マテリアルズ愛。構造物を固定するボルトの安全性にも NIMS は独自の材料を開発して取り組んでいます。それが竹のようにしなやかな鉄。従来の超高強度鋼と壊れ方を比較してみます。大型のハンマーで金属を叩き割るシャルピー衝撃試験。従来の超高強度鋼を機械にセットして叩いてみます。この通り一瞬で裂け目が貫通し破断します。ニムス開発の新材料では裂け目が横断せず、力の向きに対し90度の縦方向に走ります。そのため割れが貫通せずに最後まで粘り強くつながっています。裂け目を比較すると割れ具合に明らかな差が見られます。実際に強さを数値で比較すると割れるまでの力が新材料では圧倒的に強くなっていることがわかります。まるで繊維が中を走る竹のように亀裂が縦に分散する。これがしなやかに壊れる秘密なんです。この新開発の金属は加工する時の温度に秘密があります。鉄を伸ばす時に500度程度の中間温度で行うんです。この時金属の中では面白いことが起きます。金属の組織が極細の繊維状に伸びていきます。この時できた繊維状の組織が亀裂を分散させるため硬いのにしなやかという特別な金属を作り上げたのです。この特殊な金属の特性は引っ張った時の変化にも現れています。上下にネジを切ったサンプルを用意します。これを強力な力で上下に引っ張る試験機にセットして強さを計測します。従来の超高強度鋼では強度の限界に達するとあまり変化がないまま突然切れます。 NIMS 開発の金属では引っ張られるにつれ中央部分が徐々に絞られていきます。少しずつ伸びることで一気に破断するのを防ぐんです。 NIMS が開発した竹のように割れる金属、ボルトが突然折れることなくゆっくり変形することで構造物の前触れない崩壊を防ぎます。